はい、こんにちは。トゥリー&ノーフのトコボです。今日はですね、我々が今年、初めて導入したですね、ショートディスクという、いわゆる工期をする目的の作業機があるんですが、そのショートディスクの今回は説明をしたいと思います。で、実際これが、実際の機械になりますが、この本当にそのショートディスクっていうのはまだ日本の農業界においてはあまりこう使われてない作業機なんですね。皆さんご存知のように、本当にその耕運というと、一般的にそのロータリーというですね、爪をこう PTO から回してですね、土をすき込んで、いくという機械が、一般的なんですが、やっぱりこれからですね、やっぱり大規模に、省力化をしながら、生産性の高い農業をやっていくためにはですね、その耕運作業もいかにですね、スピーディーに、コンパクトに目的を達成していくかと、いうことをですね、やっぱ主眼に置いていかないと、いけないかなと思ってます。その中で、何年か前からですね、いろいろいろんな作業機、ロータリー以外にもスタブルカルチとかですね、いろんなチゼル関係の作業機とかあるんですが、私はこのショートディスクっていうですね、作業機に注目してまして、いろいろ海外行ったり全国の産地を回る中で、ある程度こういった作業機、この、今回このノルマンディという商材なんですけども、これを導入することに決断しました。なんで今日はその、このショートディスクの魅力をですね、しっかり皆さんにお伝えできればと思います。でですね、このショートディスクという作業機は、そのディスクという名前がついている通りですね、この直径が約56センチあるんですけども、比較的大型なショートディスクなんですけど、これがですね、バーッとこうついてまして、で基本2列になってついてますと。で、これが、高速でこのトラクターを走らせることによって、このディスクが土の中に刺さって、土をこう起こしていくという、仕組みになっています。で、これ前後2列あってですね、ちょっとその向きだと分かりにくいんですけど、こっちから見てもらうと、ちょっとこう角度ついてますよね。で、前の方のディスクがちょっとこう、こっち側にこうずれていて、後ろの方がちょっとこう後ろにずれてますと。で、このことによって前のディスクでこっち側にかき出した土を今度は後ろでこっち側にかき出すというような流れで土がこう耕されていくという形になっています。で、これの特徴はですね、あとですね、非常にロータリーとか違って石に強くてですね、ここの全部このディスクの上にこう実はこれゴムが4本クッション代わりにそれぞれ独立で入っていて、で、これが、例えば石が、大きな石がこれバーンと来たとしたら、これが自動的にグインとこうですね、上に上がって、その、ショックを逃がすというような形になっています。で、基本的にはまずこのディスクっていう、ディスクのこの2列で配列されてるっていうのが、このショートディスクの大きな特徴になります。で、このショートディスクのですね、後ろについている、いわゆるカゴローラーなんですけど、これ実際こういう感じで回るんですね。作業機が、走り出す石に回ると。で、実際この前の2列のディスクでこうかき出した土をですね、このカゴが後ろで、軽く転圧をしながら、こう土を、読解とかをですね、土の塊を粉砕していくと、いう役割があります。これかなり走り出すと高速で回るので、この後ろで土をしっかりこう転圧して粉砕していく。で、さらに、これの特徴はですね、この油圧ダンパーと連動していてですね、ここの角度が、このキャビンの中でですね、油圧レバー一つで操作できます。つまり、深く起こそうと思ったら、これぐーっと上に上げることによって、よりディスクが深く刺さりますし、浅めに軽くその、粉砕した時は、これをぐーっと下げてやることによって、効果を、調整するということができます。ショートディスクの大きな特徴の一つに、作業スピードが速いというのがあります。先ほど説明したように、これはこのディスクが刺さって土を起こして、工期していく作業機なんですけど、
スピードを出さないとその効果がパフォーマンスが出ません。なので実際の車速ベースで基本的には10キロ以上の車速が必ず必要になりますし、だいたい11キロから、早い時は15キロぐらいでですねこの作業ができるというのが、大きな特徴の一つです。一般的なロータリーの場合ですとだいたい2キロ前後が、一般的ですので約6倍の作業スピードを出す、それぐらいスピードが違いがあるという特徴があります。それともう一個ですね、これここあの PTO あるんですけど、PTO 使えません。基本的には PTO を使わないのでこのトラクターの牽引する力だけで、後期作業していきますので全くその燃費が全然いいわけですね。なんでこの大型トラックになると特にその燃料を食うわけですけども、ロータリーのようにじっくりとですね、PTO を回しながら土を耕していく作業機っていうのは非常に燃料食います。ですが作業スピードも6倍でしかも PTO を使わないということで、燃費もですね劇的に改善されるというのが大きな特徴であります。はい、まずこの補助をですね、このショートディスクで、作業してみたいと思いますが、この補助は基本的には水田区画になってまして、去年は小豆を一作作付けした、補助です。小豆を12月に刈り取りした後にロータリーで一回後期しました。そして今日が3月25日、3月末で、まあ、今年は雪も少なくて気温が暖かかったということで草がまあかなり生えてきました。ただしまあ非常にこれは柔らかい草でまだ背丈的にはもう10センチ前後の草が生い茂っているとまあいう補助です。ここをこのショートディスクで作業してみたいと思います。今ショートディスクで時速約12キロで、作業した、後のこれが状態です。で、まあ1回目の荒起こしにしてはもう十分なレベルで土も、そこそこ返ってますし、で逆にこれぐらいですね大きなその読解土の塊である方が、乾きやすいんですね。なんで2回目の、次のそのロータリー作業とかそういう時にも非常にこう入っていきやすい状態でいい形で起こされてますと。で、ここ見てほしいんですけども、とにかく、このショートディスクっていうのは、ここがしっかり刺さるかどうかっていうのが大事で、結構これ今閉まってる土でも、だいたい15センチぐらいもしっかり入って、しっかりこういう形で起こされてるということが重要です。なので、このショートディスク、これをするためにはですね、そのショートディスクの作業機自体の重さが、基本的にはもう 1.2 トン以上ぐらいはないと、これぐらいやっぱ刺さってこないということで、ありますので、まあ非常にその作業機の重さがあって、このような起こし方ができる。しかしこれを12キロでスピードでできるというのは非常に魅力的です。で、さらに気になる方はもう一回ここで二度掛けといってですね、ショートディスクをもう一回ここで掛けることによって、さらに細かく再度されて、こういう残骸も粉砕されると。円盤、この、なんですかね、ディスクがこう後期するので、ロータリーと違って鋼板を作らないという特徴があります。ロータリーは特に湿ってる土壌だと、この爪が回転することによって、この土の後期の下に、硬い、その鋼板層を作ってしまうんですが、ショートディスクの場合はですね、そういった、ディスクがこう刺さっていく形なので、しかも高速で行きますので、基本的にはこう、下に鋼板を作らないんですね。なので、特に畑作においては、非常にその鋼板ができづらいので、水はけの土壌物理性の問題も、ショートディスクの場合は、非常に貢献するという特徴があります。ちょっともう一個ちょっとね、ここだと分かりづらいんだけど、ショートディスクって結構作業中に作業機上げなくてもこうカーブができるんですね。ロータリーだと、カーブをするとかなり爪に負担かかっちゃうんだけど、ショートディスクの場合は結構鋭角でも作業したままこう切れるので、ハンドルが。その辺も非常に楽で作業がしやすいという特徴があります。違う
環境の補助に来ていました。ご覧の通り、菜の花がしっかり咲いていますが、ここは去年の秋に小松菜を収穫して、9月に収穫して、その後一回耕運した後の補助です。で、今年の、今3月25日ですが、うちは小松菜のですね、基本的には根を抜くんではなくて、この根元を刈り取るんで、植物自体はまだ生きていて、そこからこう、春になっと菜の花が生えてくるという、まあ状況になってます。で、この状態を一回起こそうとすると、結構これも強いんですね、これ菜の花って。で、結構ロータリーだと、一発でなんかその砕けなかったり、こういうのが爪に巻き込んだりとかですね、して、ちょっと時間がかかるんですが、ショートディスクの魅力の一つは、こういったですね、結構残差というか、植物が生えてる状態の圃場でも、かなり一回で綺麗に仕上げることができます。なぜなら、このディスクがですね、土を起こすという目的もあるんですが、この形状の通り、この粉砕していくんですね。この、こういったそのしっかりとした強いこの菜の花なんかも、このディスクがこう粉砕しながら、かつ起こしながらやるので、一回で結構綺麗に仕上がるという特徴がありますんで、その作業の模様をやってみたいと思います。はい、先ほどの菜の花畑をショートディスクで一回走ってみました。まあご覧の通りですね、かなり菜の花なぎ倒されて、土もまあ程よくこう返ってふわっとしてます。で、まあこういう形でですね、さっきのショートディスクが、なんていうんですかね、こうまあ切断という形でですね、かなりこの菜の花もボロボロになってます。で、こうやって、断面ができることで、ここからですね、分解が始まって、るという形ですので、まあ、こういう形で土を起こすだけじゃなくて、残砂もこういうふうに砕くと。しかもスピーディーにそれを行うっていうのがショートディスクの特徴の一つです。はい、ここはですね、水田補助で去年まで稲作をしてたところです。で、去年の、10月に刈り取りをしてからそのまま翌春、今月を迎えているという状態ですね。まあ、なんで去年取った切り株、株元はそのまま残ってますし、まあ、春になってきたので草も程よく生えてきたという形ですね。で、一般的に水田の場合はここから2回耕運をして、その後水を入れて白かきとなります。で、今回はその1回目の耕運をショートディスクでやってみようというふうに思ってますので、その作業の様子をご覧ください。はい、今ですね、先ほど説明した、去年稲刈りした後の補助を一回ショートディスクで走ってみました。まあ多少段差は残ってるものの、基本的には粗く一番起こしとしてはまあ十分できたかなと思います。まあご覧のように結構締まってる補助なんですが、しっかりこのディスクが刺さって、このように土を反転させているというところがポイントですし、先ほども作業スピードが12キロ。という形でありましたので、この2、3窪ぐらいの補助であれば、もう10分もかからずに、この一番工期が終わるというような形になっています。はい、というわけで今日はですね、我々は今年から導入したですね、ショートディスクという、まあ、作業機の、説明をさせてもらいました。まあ、ご覧になった通りですね、本当に以前のそのロータリー工が基本的に主体である日本の農業のその耕運作業、からとは比較にならないぐらいですね、非常にスピーディーで短時間でパフォーマンスを発揮することができます。我々これからですね、本当に大規模に
品質のいいものを少人数で、省力化しながらやっていくという中で、今までのやっぱりその作業体系とか機械の常識にとらわれない、やっぱりその新しいトライをしながらより生産性の高い農業をやっていく必要があると考えていまして、で実はこういった本当にそのアナログな機械なんですけど、こういった一つ一つの積み重ねの結果、さらに全然違うやっぱり生産性の高い農業ができると思います。まあ、そういう意味で今回のこのショートディスクというのはですね、今後我々がさらに規模を拡大していくためには非常に重要な機械であるということは間違いないと思います。